どうも、デッシーです。お世話になっております。メタルマックス続きをやってまいります。現在ですね、カナベルの東ですね、大火事になりまして、その大火事を消しました。その中に工場があったという感じになっております。モンスターは大したことないですかね。それで確かここにですね、あのウォンデッドモンスター賞金首がいるはずです。まあ地下かな、そうしたら。偵察 UFO、 偵察 UFO を倒しますか。得意のホロチャージで。うわー、逃げた。くそーくそー。うわ、かわしただと、この野郎。スキャンレーザーいいね。このね、スキャンレーザーのレーザーの色とカナベル号のね色がマッチしてるってのがね、またいいじゃないですかね。おう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 、動いてる動いてる。とりあえず地下から行ってみましょうか。なるほど。お、なんかありますね。おお、175、いいじゃない。買わなくてよかったですね。今レッドウルフは何装備してんでしたっけ。一緒か。まあアシッド号に積んどけますか。そうしましたら、まあ予備じゃないですけど。で多分動けないですね。まあアシッド号で290、こうですね。 OK、行きましょう。これは多分、これはさすがにロックハッカーでいけるでしょう。よし、 OKOK。 でまあ地下から、地下から、地下ちゃんから。すげえ毛箱ある。おーおー、175のこの置き方最高、いいじゃない。もちろんこれこっち装備しますよ。いいね。で、ちょっと重くなっていると。3トン OK、 行こう。もうね、走行タイルなんか後からねできる。ゴースト150、65mm、 ゴースト、何ゴーストっていうね。でちょっとどんどん剥がされていくとね、まあまあまあいいじゃないの。結構ね、ゴースト、なんか2発連続バーストだったかな、そんなのがあったりなかったりするんで。あ、なるほど、こっちに来るわけですか。あれ、はいはいはい。あ、これで出ちゃうっていうね。出ちゃう。うん。じゃあそしたら人間で入ることになるのかな。一応見てみますか。特にないか。複砲がちょっと、まあ今になってそんなに複砲ってもう使うことはないかなとは思うんですがね。最初の方はね、砲弾が高かったんで、おいそれと主砲とか SE とかね、簡単に使うことはできなかったんですけれども、もう今となってはね、もうやっぱり本当に主砲ね、まあ最初の方でも言ったんですけれども、使ってなんぼっていうねところですからね。そしたらこっちから何個で、キモ、うわっ、
アラート警告します。関係者外立ち入り禁止、直ちに退去せよ。気持ち悪い。敵怖。どうしよう、ソニービームスペクター怖、ソニックスナタースタナー怖。これめっちゃ、あ、よかった。で、これでオープンですね。これで開くと。よかった、びっくらこいた。地下もいいけれども、ちょっと、あ、出ました、サルモネラ本舗。もう出ましたね、本命が。そう、ウォンデッドモンスター、こいつですよ。もう、行っちゃいますか、もう、ホロチャージで。煙幕ホロチャージで行くわ、もう。ガリガリ引っかいた。弱っ。うぃー、煙幕、ホロチャージ。どういうことじゃい。ちょっと待って。ちょっと、じゃあ、まあ、うわ、やり返してきた。この野郎。どういうこっちゃ。ちょっとこの野郎、これでどうだ。まさかの展開よ。賞金首が逃げる。おお、ありましたね、一個。まあまあ、確かに逃げる。お、ここにありましたか。ありがとうございます。じゃあ早速レーザーバズーカー作りに行きたいんですが、ちょいちょいちょいって感じですね。なるほどね。で、左側はさっきのところかな。ここに出てくるちゅうことですね。ちょっとテンション上がるじゃない。まあもうお金どうこうっていうあれではないですよね、なんとなく。倒したいっていうね。ここに出てくるんですか。真ん中は何ぞや。やっぱり工場ですね。ぽいわ。なんか生産ラインとかね、あってね。このフロアが全体なのかな、サルモネラ本舗。ダメージ受けない。ダメージ受け、2回言いますけど、ダメージ受けないっていうのはまずいっすね。あ、これで逆に動くようになると。あー、でも落ちることもできる。まずい。うわあ、大破しちまったぞ。動けないんじゃない、もしかして。大丈夫か。うわあ、これが怖いんすよね。ああ、 C ユニットやられましたね。降りた、全員降りましょう。全員降りて、これで行きましょう。オッケー。お、まだ探索する場所。おっと、木箱ありますね。ビームブラスター、まあ、カナベルに積んで、ビームブラスターは何なんでしょう。いっぱいか。くそー。
この野郎まあいやいやいや仕方ない、ここは仕方ない。まあまだ落ちれる、でも乗っかれないですよね戦車は。こいつらは大丈夫。よしよし、うぃー、地下はね強いんで戦車いなくても大丈夫。波の敵だったら倒せるね。これもねよくなんていうかあるあるですよね、メタルマックスの一台動かなくなってっていう、ソルジャーだけ生身で戦うっていう、このなんていうかねギリギリじゃないけどちょっとした緊張感、もう一台壊れたらどうしようみたいな感じのね。ここはなんもない、へえ。じゃあまあ落ちてみますか。あーなるほど、大丈夫かな、怖いな、ちょい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 、まあ大丈夫か。ウィルスバットどんぐらい食らうんでしょうかね、飛んでいるしかないけど、ウィーいいじゃない、オラと、よしよしよし、ほほほほ、肉弾戦でレベル上がるとちょっとテンション上がりますね。ここ落ちて、ああここに来る、あれ、そしたらさっきのなんか左右に分かれてっていうところはどうやって行くんだ、左右に分かれて落ちるところありましたよね、あれは右と左から落ちないといけないっていうことでしょうか。お、エンカウントなし、ラッキー、そういうことかしら。じゃあ右から行ってみます。ああ、あでも一緒か、結局ここに来るってことですかね、了解です。そうしたら全部、まあ、レンズ集まったと、あとはあのサルモネラ本舗、あいつ倒すということですね。ダメージ受けない、どう、 195mm キャノン手に入れましたよね、あれで倒せるのかな。なんかね 205mm キャノンっていう記憶が大きいんですよね、それが手に入ったような気がするんですが、ちょっとどうなのかなと。まあいずれにせよちょっと修理 しないとダメなんで戻ります。戻ってリオラド行きます。修理キットも買っとかないとですよね。リオラドに売ってましたっけ修理キットって。まあいいや、とりあえず修理、まずは修理、修理めっちゃ怖いで、全部まあまあまあそこそこ値段しますな、親不孝者めって本当ですわ、労力だけね本当やってもらってただっていうのはいいっすね。で装備、このビームブラスターは何ぞや、ああ副砲か、
攻撃200。まあいいか、ちょっと預けちゃいましょう。預ける。車用品カナベル、ビームブラスター預けて、あと 175mm 手に入れたんで、これともうよくわかんないんで全部預けるっていうね。レッドウルフも預けちゃいます。ゴーストと 175mm キャノン、違う、175っすね、預けちゃいますと。 OK、 ここに修理キットあるかな、ない、行きましょう。そしたらどうしますかね。そうしますと OK、 サルモネラ本舗行きたいっすよね。通行、まあ通行ね、会心が効かない、そんな感じ、そんな感じよね。なんだ、修理キット、修理キット買っといて、そっからですね。あ、そっか、カメラのレンズ手に入れたから、 DD パイナップル、ダメージ受けないんだったら逆に濃縮メチル使っちゃうっていうのもいいかもしれんね。ロケットパンチテッシー装備できますよね。これそう、まあまあレーザーバズーカだからそれは仕方ない。でレーザーバズーカを地下に渡すと。あーでもどうだろうちょっと一人で悩むっていうか、そもそも地下の攻撃は強いからっていうの、この後肉弾戦しと、まあいっか考えるのやめよう、これでやろう。肉弾戦が待ってるんですよね。で、まんべんなく強くした方がいいのかって思ってちょっと一瞬悩んだんですが、もう地下単体でいきましょう。メタルマックスはもう一人の攻撃が入んない、まあソルジャーの攻撃が入んないってなったらもうアウトなんでね、基本的に。で、あと煙幕花火買っといて、テッシーも煙幕花火1個持っとけ、てかサムも持っとけど、それでね準備していければまあ大丈夫じゃないかなと思います。結構道具、そうですね、満タン。これ1個なくなりますし、DD パイナップル。回復ドリンクいらねえな。満タンドリンクもう1個買っときましょう。違う。満タン。サルモネラ本舗倒しに行きますね。てか修理キット売ってねえじゃん。修理キット買いに来たんだよ。マジか。自販機とかないのかな。ねえな。
ねえな。まあじゃあちょっとレンズ預けに行きましょう。預けに行くというか作りに行きましょう。よしよし、だいぶもう最終戦、まあイベントとかに向けてほとんどもう動いてきてますね。本当にまあ SE もいいのか、買っとくと。最強の SE って何なんでしょうかね。おー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 おお、いいね。あれ足、あーそっか、預けちゃった、マジか。うい、噛みついても、お、195mm キャノンでこれでいける、いいね。探知音波、うい、この野郎、しかも負けてねえぞと。今 195mm キャノンでしたね。ボーン、チューンっていう攻撃、これ好きですわ。これと違うんですよね、やっぱり。いいね、いいね。よりっぽくなってきましたね。ちょっと待って、手法装備してなかったっていう、まさかね。装備しましょう。 OK、レンズ持ってきたで。何でしたっけ、レンズを設置に変えたいんじゃな。カメラのレンズ、ルビー、まあよくわかんないですね。なんか順番にやっちゃっただけですけど、レンズ友達。装備はしたまんま、508に上がってましたね。ちょっとどんなもんやと、ちょっと防御しときましょうね。あーあーっていう、おお、グループ攻撃、いいじゃない。なんかね、もっとめちゃめちゃ強いやつがねあったような気がするんですよね。ちょっともうちょっとやっていいですかね。今何でしたっけ、カメラ、ルビー、太陽なんとかでしたよね。カメラ、ルビー、メガネ、まあこれ試さなくても強さで分かるでしょ。508一緒っすね。うん、これが最、なんか単体でめちゃめちゃ強いやつがあったはずなんですよ。カメラから行ってみます。カメラと、まあルビーと太陽の位置変えてみますか。こっちにしてメガネ、これで行ってみます。そう、432、資産12、24通りですかね。違うのかな、24通りぐらいですよね。あれ全然変わんねえ、どうしたあれ、カメラ、ルビー、ここで次太陽で、あれそんな変わんなかったかな。
で全体になると弱くなったりするんですよね。あれ全然変わんないですね。あ、そう、ビで太陽と、全体だともっと弱くなったりするはずなんですよ。お、来た、これ628。なんかもこれはね、多分あれれれれれ、敵おらん、1回しかダメなんだ。あ、そう、敵がね単体だと思うんですよね。これ全体ってことはないと思う。なんか700オーバーとかしてた気がするんですが、これグループだったら嬉しいね。まあまあ、ちょっと待って、防御防御で、ああそうですね、少なくとも選択肢が出るってことはグループか単体ですね。おい、ああ、なるほどね、いいじゃない、まあまあいいじゃない、とりあえずこれで頑張ってみるか。うぃー、幅が、ダメージの幅が全然違いますね。よし、これでいこう。で、まあサルモネラ本舗ですね。もう一回いきましょうか。リオラドから行った方がいいのか。リオラドの方が近い、もしかして。この195mm キャノンであれば効くのか。煙幕弾やって、まあできればサルモネラが出たところまで行って、まあ、あとはエンカウントでやればいいだけのところまで持っていきたいですね。大丈夫そうですね。ピッケルバード、ああ、ピッケルのバードってことか。もうむちゃくちゃっすね。1000来ました。1000超えてきましたよ。おい、いいね。で、こっちでしたよね。で、ここっすよね。ここら辺で出てたんで、頑張りましょう。30分以内は出ないか。ウィーと。どうでしょうか。テレン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 っていうところが好きな、そこも好きなんですよね。エンカウントの関係であんまり聞けないっていう RPG あるある。もうメタルマックスこのぐらいはまだマシな方ですよね。どっちかって言ったら、もっと80年代の前半とか、まあ、それこそドラクエの2とか、あれはやばいっすね。3もなんかちょっと多かった気がするね。ドラクエは5、やっぱり5からちょうどいいぐらいになったような気がしますね。無理にレベル上げもしないでクリアできていて、5ももちろんプレイして動画でアップしていますのでね、まあ第1からご覧いただきたいと思いますね。ちょっと出てこないんで、この戦闘最後で動画の移動をお願いできればと思います。高評価のねグッドボタンを押していただければと思いますね。あんまりね、グッドボタンとかチャンネル登録お願いとかね、本当はあんまり言いたくないんですけれどもね。
とりあえずお願いしますと。サムのレベルがね上がりましたんでね、関連性はないんですけども、では動画の移動をよろしくお願いいたします。